こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは、ゆしみん。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。ばんはばんは。こんばんばん。こんばんは。ありがとうございます。お風呂上がりでちょうどいいね。お風呂いいね。あれも早くお家に帰ってお風呂入りたい。そこどこ劇場。いつもの背景です。ゲリラですいません。かわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。ハロウィンのやつありがとうございます。皿洗い前いいね。ハートありがとうございます。コウモリありがとうございます。コバンありがとうございます。こんばんは。許しません、嘘。よかった。暇つぶしって。コバンありがとうございます。ハートとダルマありがとうございます。レインボースターありがとうございます。レインボーペンライトありがとうございます。やっほー、白いシャツ似合うね。ゆち似合ってる。もう寒いから長袖です。年中長袖着てるけど。年中長袖着てるけど寒いから長袖です。 T シャツは半袖だけど。まだだるまとバラありがとうございます。たった今ナンバーから帰ってきた。おお、ショップ行ったのかな。ショップでさ、なんか可愛いやつ、いつからだっけ、明日か明後日か昨日か、なんかゆら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 なんとかみたいな販売だよね。え、あれめっちゃ可愛い。なんか最近 NNB のグッズめっちゃ可愛くないですか。だるまありがとうございます。コウモリありがとうございます。だるまありがとうございます。グッドゲーム、レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。お、ドレスコードタコ届いた。注文してくれたんや、ありがとうございます。そう、10月12日のオンライン話し会一部が、あ、2部か、ドレスコードタコなんですけど、あ、もう申し込み期間終わっちゃったんですが、タコを申し込んでくださった方はぜひタコで。そう、オンライン話し会と握手会の申し込みが明日始まりますので、ぜひお待ちしてます。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。コバンとコウモリありがとうございます。サンちゃんの食べバブに恋してます。サンさんに恋するのやばいね、それ。公に出たやばいやつ。かわいいよね、あれ。かわいいよね。もう落ちそうだけどね、コテって。コウモリありがとうございます。ゆらゆらアクスター、それそれそれ、めっちゃ可愛くない、あれ。可愛い、ありがとうございます。セータンティーの申し込みもあと3日くらいで終わっちゃうので、皆さんぜひセータンティー予約してください。まだデザイン出てなくてほんとすいません。可愛い、ありがとうございます。池本さんの X ね、今日載せてくださってた。今さっき気づいちゃった、ちょっと携帯触る時間なくて。コバンとバラありがとうございます。ダルマとハートありがとうございます。よっちゃんの群面ゆらゆらしてるよね、すいません。ダルマとコウモリありがとうございます。コバンありがとうございます。ハートとバラありがとうございます。タコありがとうございます。バラありがとうございます。香港で友達とちょうど食事の1時間、いいな。香港行きたい。香港に来年も友達いるんですよ、2人。香港は1人か。そう、台湾はお友達がいて、お友達にも会いに行ったことあるんだけど、そう、香港は行ったことなくて、台湾本当に楽しかった。めっちゃ楽しかった。ご飯も美味しいし、大体。でもホームステイしたんですけど、お家の料理が本当に美味しくって、お話も楽しくって本当に楽しかった。周りが何でもかんでも
食べるからってのもあると思うけど、友達とかはきつそうだったけど、あれは本当に何食べても美味しくて楽しかった。香港も行きたいな。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。お友達台湾人、そう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 、そうなの。バラありがとうございます。レインボースターありがとうございます。欲しいけどショップ行けない、わー悲しい悲しい。だるまありがとうございます。ティーは予約済み、ありがとうございます。セータンティー、みんな予約してくれましたか？いっぱいセータンティー来てください。そして19日になんとセータン祭をさせていただきますので、19日の夜公演ぜひお待ちしてます。いっぱい吉民の方で埋まるといいなって思うので、ぜひ19日の夜公演来てくださると嬉しいです。レインボースターありがとうございます。レインボースター、ハート、花束、バラありがとうございます。だるまありがとうございます。大阪から世界へ先にやっちゃってる。小学6年生ぐらいの話なんですけど、だからまああんまり覚えてないけど、美味しくて楽しくて優しかったことは覚えてます。小学5、6年生の時、かなり初めに大阪から世界へしちゃってるねバラありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。辛くなかったよ全然。普通に日本で食べるのと味が変わんなくて、ほぼアイヌは全然好きでしたレインボースターありがとうございます。バラ、あ、予約したよ、ありがとうございます。ギリギリにありがとうございます。ハートとダルマありがとうございます。応援イカスシティも来てね、ちゃんとみんな。スシティとあの生誕ティーの、去年の生誕ティーもちゃんと来てねみんなハートありがとうございます。バラありがとうございます。晩ご飯作って食べました。兵庫から世界へあ、ショップが遠いのか、わー。じゃあ当日も販売してるので先着だけどね、当日は早めに当日ゲットしてください。そう、小籠包美味しかった。バラありがとうございます。ハートとタコありがとうございます。そう、ときめもまた挟むのでね、ドラクエときめも、ドラクエときめもみたいな感じでやっていくのでそう、みゆきさんの卒業公演出れないと思ってたので出れて嬉しいです。そう、ぜひ11日みゆきさんの卒業公演、みゆきさん悲しいですが最後ね、笑顔で送り出したいと思います。出れて嬉しい、出れないと思ってたから。コウモリと小判ありがとうございます。レインボーペンライトありがとうございます。生誕ね、当たりますように。何でも美味しそうに食べそう。え、そんなことはないけどね、さすがに人間だからそんなことはないですけどね、めっちゃ盛り上げましょう。11日お待ちしてます。あの、あれですね、周年の次の次の日ですがお待ちしてます。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。だって人間だもの、よちみよちみ。コシキさんが忘れられません。あ、コシキさんにハマっちゃったんやコシキさん派の方多いね。ドラクエ、ドラクエ、ときめもって感じで挟んでやっていくのでね。今週の土日にできそうかなって感じです、ゲーム配信。よしみの力で施工できひんかなすいません、できません、残念ながらルームスに入ってもらうしかないですね。ルームス枠があるので、まあ当たりやすいとか、何がルームス枠なのかな、あれ当たりやすいってこと、
あ、ルームス専用の枠があるってことか。そうだから確実ではないけど近くはなるのかな。そうだからルームスの人数増えました。なんとびっくり生誕祭が発表されたら人数増えました。ルームスので3桁突破しました。ありがとうございます。みんな生誕祭が終わったら抜けないでね。1ヶ月、ラストっていうか生誕前1ヶ月だけ入ろうみたいな、そういう感じなのかな。残っててください、これからもわかりやすく増えました。とてもバラありがとうございます。まあそんなにか、そんなにだけど、そうちょびっと増えました。全然わかりやすくじゃなかった全然わかりやすくじゃなかった。ほんのちょっと増えました。あの片手で数えるくらい。お疲れ、かわいいのギフトありがとうございます。バラありがとうございます。 M お寿司多い、そうかな。世代交代に比べたら少ない気がするけど、最近お寿司くださいって言ってないからさ、あんまり出ないお寿司。世代交代は毎週だったからね。何にも言ってないけど毎週だったから毎週公演だから多分何にしたらいいか分からなくて、結局お寿司よってことになってたんだと思うけど。朝日奈さんに嫉妬しすぎて夜も眠れませんでした朝日奈さんに嫉妬してんねやそっちあ、そう2月23日握手会が追加になりました。イエーイ。世代交代の初日から1年ですね。2年、違う、1年か、びっくりしたえ2年か、2年、うそ、嘘嘘嘘嘘、2年、そうもう2年経つの。戸惑いが隠せません。え、どういうことどういうこと、全然わかんないや。時空が2年、2年嘘、世代交代始まって2年も経つの。そうそうそう、え、2年か、そうだね。で B2 の初日からも1年なんだね。 B2 の初日が2月23日だったことは覚えてるんですよ。でもその前っていうのがさ全然覚えてないわね。記憶がないんだけど、その辺忙しすぎてもう2年も経つのか。そう、1年で B2 の初日だったことは覚えてるんですけど、そのもう1年前っていうのが信じがたい事実ですね。2年経つんだ、早いね大阪握手追加になりました。ぜひお待ちしてます。明日から申し込みが始まるので、まあでも今の、目的はですね、今の目的は12月17日のオンラインお話し会と、幕張メッセの握手会の完売を今は一番に目指していますので、迷っている方はそこから、してください。どこでもその日が行けるって方はそちらに、申し込んでくださると嬉しいです。そこから今は目指しているので、そこを一番最初によろしくお願いします。その他は皆さんのご自身での、好きなようにしていただいて。ヨッシーアイランドねやりたい。ハートありがとうございます。コウモリとダルマありがとうございます。私も入ろう、待ってる。3人くらい入りました全然わかりやすくじゃなかった待ってます。ぜひ最初からずっと素晴らしい先行特典もかな。ありがとうございます。花粉主言ったりすごい。
ハートありがとうございます。モバイルから申し込みます。待ってます。当たりますように。ぜひあのいつもショールーム見てくださってるけど M 公演には行ったことないんだとか NNB の公演とか大阪行ったことないって方もね、ショールーム見てるけど行ったことないって方もぜひ生誕祭をきっかけに来てくださると嬉しいです。たくさんたくさん吉民の方で埋まればいいなと思うので、もうなんぼでもなんぼでもお待ちしております。なんぼでもぜひ M デビューしようかなとか久々に M 行こうかなっていう方も来てくださると嬉しいです。絶対に M にハマると思いますので。また他の公演とは結構雰囲気も違うし世代交代とも全然違うのでね、まあ、先輩がいるから当たり前なんですけども世代交代とかとも全然違ってこうパフォーマンスもクオリティも全然違って素敵なのでぜひお待ちしてます。あ、誕生日過ぎてが生えたのであれね、誕生日会まで頑張るってことそう、皆さんぜひ誕生日会までいてください。ハートありがとうございます。ルームスたくさん更新してくれて楽しいですよ。だってちょ最近忙しくて本当更新できなくてすいません。今日こそと思いつつ本当に学校の服かジャージ感にしかなってなくてお休み動画本当にあげようと思っている。ちょっと3日坊主すぎる、綺麗に3日ぐらいで終わっちゃったんだけどお休み動画ちゃんとあげようと思います。いつも寝落ちしちゃうんですよ。そうなのでお休み動画あげようと思いますのでお待ちしてます。ハートありがとうございます。バラありがとうございますね。確かに増えてるのはいいことだよね。ハロウィンのやつありがとうございます。え、台風やばい。確かに来ませんように台風。ハートありがとうございます。バナありがとうございます。2年のやばい、動揺してるよ。やばい、時の流れが早すぎてね。確かにあの感動の日より2年、あ、年を取りました。そうだよね。ハートありがとうございます。早すぎてびっくり。え、もうタイムテーブル出てるんだ。マイドーム大阪朝ですか。あやねは朝かな。また小判ありがとうございます。え、中3から高2になるんだ。入った時中3だったんだ。そうだっけ。そうだね、受験と被ってたわ。そういえばもうそんな経つんだ。まだ全然2年だから先輩からしたらまだまだだと思うけど小判ありがとうございます。だるまありがとうございます。公園に実物見に行きました。おお、ありがとうございます。目じゃ可愛くならないねなんで会いに来てください。たくさん髪短くなりました。やっぱこれぐらいの長さが一番好きかも。あやねもちょっとなんかもう伸びた気がするんだけど気のせい、馴染んできただけ。この長さがやっぱ一番好きですね。あやね顎のライン、おっつー、ありがとうございます。ハートありがとうございます。お、特定の指示飾ってる、ありがとうございます。お、ウェムストローなんかぜひぜひぜひ、なんぼってもいいですからね。そうなのよ。レインボースターありがとうございます。ほんとだ、12周年ライブに候補生で出てから2年になるんだ。やばい。じゃあ初めてさ9期と生で会ってから2年経つってことだよね。周年ライブでは天ちゃん以外全員出てたからさ、今の9期天ちゃん以外とは初めて会ってからもう2年が経つんだ。早い。そう、そんな経つんだね。2年
信じがたいわ。2年も経つんだ。まだ2年だけど。レインボースターありがとうございます。タコありがとうございます。睡眠大事ありがとうございます。ハートありがとうございます。幻覚でヤシンが見れば、ハートありがとうございます。朝の一部二部ありがとうございます。教えてくれてありがとうございます。え、 JK も半分過ぎた。嘘、ほんとだ。え、そうそうそう、ほんとだ。もうおでこもぴっかりになっちゃうわ。え、嘘。え、どういうこと。ほんとだ。え、高校生半分終わっちゃったの。頭抱えてしまうね。そうなんだ、もう卒業じゃん、やばい。うそー、ほんとだ。そんなに絶望しないで。確かに姉の友達も部活で今一番上の世代になってめっちゃ頑張ってる。てか部長、部長もう夏休み過ぎくらいに引退したらしくて、部長だわ姉の友達2人くらい。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。うん、髪綺麗、嬉しい。ハートありがとうございます。ね、オーブンでエコーもでっかりになっちゃうよ。使う。花の JK は後半戦やばい。花の JK だったっけ。今からでも放課後に甘いものでも食べに行っとこうかしら。よかったね。なんかもう疲れ果てて、いつも毎日疲れ果ててたけど。ユシミはこの階段で告知に恥ずかしいから。よく覚えてますね。そう、学校の階段でこけて2年が経ちます。早い。早いね、ほんまや。現役全権こすっとくわ、ほんまに。使えるうちに。ガチ高校生やし。肉まん。ときめものをね、ときめもは一番遊んでるから、3年生が一番遊ばれへんはずやのに。友達もみんな、まあ、でももう夏休みの時点で友達は毎日遊ぶ日ない、遊べる日ないって言ってたからね。ね、チームメンバー最年少もいつまで擦れるかですよ。確かにセブンティーンにはまだなってないからね。では終わりたいと思います。明日の配信は夜になります。よろしくお願いします。お待ちしてます。明日も夜お待ちしてます。いいともありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ断じ呼びしますね。来てくださってありがとうございました。夜です。13位、ヨシさんありがとうございます。12位サカさんありがとうございます。11位ナブキチさんありがとうございます。10位タカミンさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位トマトさんありがとうございます。7位ソラさんありがとうございます。6位平八さんありがとうございます。5位ヨンさんありがとうございます。4位オロシさんありがとうございます。そして3位はテク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 テン、ウーカメインの箱押しさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そして2位はテク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 テン、ミョンさんでした。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はテク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 テン、バキシさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。
明日の配信は夜になりますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。では今日も一日お疲れ様でした。あ、この後ね、夜家帰ってから、時間があったら、ババ抜きか麻雀かしようと思ってますので、ぜひ頑張りましょう一緒に。そう、そうだそうだ、夜家帰ってからかな、ちょっとギガがないから帰り道にと思ったんだけど、ちょっとギガが怖いので、帰ってから時間があったら、ババ抜きと麻雀するので、またお知らせするね、ツイッターで。了解です、ありがとうございます。次の配信も来てくれるかな。明日は夜です、またね、頑張ってるわ、ありがとうございます、またね。